学校法人、創始学園は神戸市中央区に本部を置く学校法人の名称。理事長は大橋博士。幼児教育から小学校、中学校、高等学校の学外教育、高等学校、専門学校、大学などを運営している。挑戦と創造の教育を見学の精神として掲げている。学校法人、創始学園の基礎は、 1992年北海道深川市に法人本部を置いた学校法人国際情報学園に始まる。同法人は同年に広育通信制高校として日本で6番目となる認可を受けてクラーク記念国際高等学校を開校した。当時年間約11万人を超える中退者を出していた全日制高等学校の保管機関として 新しいスタイルの高校教育を展開していった。1994年に同学園の理事長であった大橋博氏が学校法人愛媛女子学園の理事長に就任。1995年には愛媛女子短期大学の学長に就任した。2001年3月に上期に法人を合併し、短期大学を設置していた愛媛女子学園が存続法人となり、 同年8月に、法人名称を学校法人愛媛女子学園から、学校法人、創始学園と解消した。その後、2002年3月に、日本健康医療専門学校、2003年2月に、専門学校東京国際ビジネスカレッジ、2004年3月に、専門学校福岡国際ビジネスカレッジ、2005年3月に、 先週学校クラーク高等学院天皇寺校の設置認可を受けて開校した。2005年3月に法人本部事務局を愛媛県宇和島市より神戸市中央区に移転。2006年11月に関西平洋大学の設置認可を受け、2007年4月に開学。大橋博史初大学長が就任した。2010年2月に ベル学園高等学校の設置者変更認可、学科改組により、全日制家庭普通科を設置。同年4月に、ベル学園高等学校から、創始学園高等学校に、公明変更した。関太平洋大学に、梶田栄一第二大学長が就任した。2012年4月に関太平洋大学、次世代教育学部国際教育学科、体育学部健康科学科設置。 単育学科定員変更。学級経営学科を教育経営学科に、幼児教育学科を子ども発達学科に、名称変更及び定員変更。学級経営学科を教育経営学科に、名称変更。関太平洋大学に中原忠夫第三大学長が就任した。2012年4月に愛媛女子短期大学を関太平洋大学短期大学部に、 名称変更。子供学科を人間発達学科に、名称変更及び定員変更。愛媛女子短期大学付属幼稚園を関体併用、大学短期大学部付属幼稚園に、公名変更。専門学校福岡国際ビジネスカレッジを、専門学校東京国際ビジネスカレッジ、福岡校に、公名変更した。2015年8月に、 東京経営短期大学の設置者変更認可。2016年4月、艦隊平洋大学に大橋節子第四大学長が就任した。2016年8月、クラーク国際と創始学園が夏の甲子園に揃って初出場。2017年4月に東京経営短期大学子ども教育学科を設置。2012年4月に艦隊平洋。 大学体育学部体育学科の修養定員像、ありがとうございます。